古生代に生きていたとされる山陽虫の化石古生代は古生代、中生代、新生代と分かれる地質時代の大きな区分の一つである。約5億4100万、約2億5190万年前。サキカンブリア時代の後に相当する。地質学的には古生代以前の地質年代をはっきりと確定することはできない。無脊椎動物の繁栄から 恐竜が繁栄し始める中世代の手前までの期間に対応する。古生代初期の頃にはすでに様々な種類の生物が誕生し、同時にその数は急激に増加していった。この現象はカンブリア爆発として現代に知られている。当時の生物のほとんどは海洋の中で生息しており、殻や外骨格などの硬い部分で身を覆っている。海底の砂を 主な住処にしている生物もいれば、海中を動き回る生物まで種類は多様であった。特に湾足動物や山陽虫はこの時代に一般的であった生物であり、古生代初期の生物の内訳では、ほとんどがこのような部類に入っていた。この時代から新たな生物の分類として、無学類が誕生している。古生代においては、シルルキに至るまで単細胞生物のみが陸上で、 生活していた。シルルキに突入すると多くの植物が上陸し地上での成長を開始した。これらの植物は最初水面に近く比較的湿度の高い場所を好んで生息していた。デボン期では乾燥した気候に耐えられる植物も出現し、それまで簡易的であった植物の構造を一転させより複雑なものへと変化していく。シルルキでは 昆虫の生存が確認された。デボンキはしばしば魚類の時代として伝えられる場合がある。これは様々な魚類が海中で繁栄していたからによる。この時点でほとんどの魚類はすでに顎及び、鱗を持ち合わせている。デボンキでは同時にクラドセラケなどのサメが誕生、活動し始めた。また、同時期頃から動物は、 海中から陸上への進出を果たし、石炭気候機には、爬虫類が出現し始める。規定年代は、X チャートの2018年8月版に基づく。規定年代の重さの記述は省略している。当時は大規模な寒気が存在していた。クラドセラキ、クラドセラキーとも書かれる。長い間最古のサメとして考えられていた。ペンシルバニアキ、ペンシルバニアキとも書かれる。 無脊椎動物のうちでは、脊椎動物に近いとされる現在のサンゴとは、系統が異なる。これらのサンゴは、ペルム期大絶滅により、すべて絶滅した。カナ表記では、アルカエオプテリス、アルケオプテリス、アーキオプテリスとも表記される。裸蛇植物の祖先にあたる全裸蛇植物に含まれる。ティクターリクが、最も子則動物に近いと考えられている。ほとんどの属は、 前の時代に起こったデボン気大絶滅により姿を消していた。同時に超海洋であるパンサラス社会も出現した。ありがとうございます。